加工されてますよね。本当はね、次の像をすごく素朴なお像として紹介するつもりだったんだけども、はい、もっと素朴な人この方って女神なんですかね。観音菩薩のね、あの阿弥陀如来の化仏って言うんですけども、はい、それがあそこに表されてるんだろうっていう、まあ、のが、今一番有力ですかね。みほどけです。田中ひろみです。そして山本勉教授です。はい、横浜市歴史博物館から横浜の仏像知られざる御仏展を大特集しております。はい、ということで、はいはい、パート、3、はい、王朝仏への、承継承継だってます承継という、はい、ということで、今までは横浜の国でこう個性で溢れてきた仏様でしたけれども、ここからは中央の影響を受け始めるというところですね、というパートに、平安時代2に参ります。ここで注目したいのがこちらの、はい、こちらの、ね、うん、素敵ですよね、はい、すごいです、ね、なんかいきなり都仏な感じになりましたね、うん、これなんといってもやっぱ横浜を代表する仏像と言っていいんじゃないかな。はい、この仏様は聖菩提寺の阿弥陀如来様でございます。阿弥陀如来大像、本来は三尊像でございまして、はい、両脇に観音菩薩、聖心菩薩がいらっしゃるんですけども、中の中尊は、うん、突然この胸元の厚みとお腹のもったりさと、全体のバランスも美しいですよね。ね、美しいですよね。都感があるでしょう。なんかシュッとしてらっしゃいますよね、うん、お顔も。すごい螺髪とかも細かくって、お肌もなんか張りがある感じがして、で割と彫りが浅いから平安後期な感じですよね。うん、あの、まあ、シティーボーイじゃないですけど、割とね、垢抜けたと言いますか。そうですよね。なんかさっきの植木さんとちょっとあれですけど、うん、まあ、こちらはすごい垢抜けた感じがいたしますよね。まあ、中央の影響というのがちょっと専門的なので噛み砕いてご説明しますと、うん、まあ、この平安の後期と言っていいんですかね、はい、12世紀ぐらいには、うん、まあ、平安のその平安京平あたりの影響力がどんどん横浜の、うん、はい、横浜って相模の国なんですか、武蔵の国なんですか。両方ですね。大部分武蔵の国で、南の方にちょっと相模の国が入ってると、そういう感じです。じゃあ、まあ、つまり、うん、国の中でいう端っこ、うん、国境のあたりにも中央で働いていた物資集団がこっちに影響を及ぼしているというところですかね。ただこの人がもう現れた頃っていうのは、この仏像が現れた頃っていうのはもう、あの、源氏がやがて頼朝が ね誕生しますけども、そのもう源氏の力が強まっていた頃の横浜なんですね。うん、じゃあ結構人が栄えていた。そうですね、あの、武士団とよく言いますけども、はい、武士団の動きが盛んになってきた時期の、これもどうもね、あの、源義朝といって、はい、頼朝のお父さんを弔うために作ったお像らしいんですよね。だから相当並々ならぬ力を持った人をどうも都から呼んできたんじゃないかと、それは誰だろうっていうことを考えたいところなんですよね。ですよね。じゃあ運慶禅っていうか、そうです、はい、あの、これがね、あの、今ここに出してない三尊像の教授の一体の題材に銘文があって、はい、それが江戸時代にこの像ができてから460年だっていう意味があるね、はい、それを計算すると、逆算すると1175年頃にできたんじゃないかと、そういうふうに考えられるんです。いい国の前ですね、はい、ちょうど延長寺の大日ではないと同じ頃、要するに運慶が仕事を始めた頃のものなんですね。もう今延長寺って言った瞬間、山本先生の顔がほころびましたね。延長寺の大日如来様行けるんですよね、うん、だからああいうのとでも運慶とはだいぶ方向が違うけども、でもやっぱり同じようなね、あの、ボリュームとか強さを持ったお像でもあると思うんですね。だから、まあ、運慶がね、この後突然現れたんじゃなくって、はい、こういう人たちがいて、もう準備がある程度できてるところに運慶がボンと登場したと、あ、そういうイメージがありますね。じゃあ運慶前夜の、綺麗ですよね。先生がさっき言ったように、その衣の浅いところですかね、が平安のその時代っぽいっていうのに、まさに現れててね。衣の中の体の形がはっきり分かりますよね。分かります。密着していて、柔らかそうで。このお腹周りのこの衣紋のとこで、私はもう滑り台がしたい。滑ってくださいよ。滑らかでね、まあ、単純な波と言いますかね、いいですよね。素晴らしいですね。素晴らしい。こちらが鎌倉時代直前の仏様でございまして、はい、続いてパート4、運慶仏の時代やってまいりました。はい、運慶ですよ、いよいよ山本先生の、はい、
パートでもうね、いろいろご説明していただきたいと思います、はい、まずこのパート自体はどういったパートが始まるんですか。そうですね、まあ、運慶そのものの作品というのは横浜には早い時期のものはないんですけども、うんうん、まあ伊豆の岩上寿院とか横須賀上楽寺、まあ、それで運慶の仏像を作って、もうとにかく鎌倉幕府の周辺の人たちってみんなもう運慶に仏像を作ってほしいんですね、まあ、運慶が無理なら運慶の弟子とかね、まあ、この辺りは運慶の周辺の人に作ってもらったものだと思うんですね、うん、これは磯子の東禅寺という薬師如来様ですね。これもかっこいいでしょ。かっこいいですよね、なんかシュッとしてますよね、それこそ先ほどの平安仏と比較すると、もう明らかに衣が複雑な波を、そうですよね、なんか本当に何だろう、都の垢抜けた感じがいたしますね、それでお腹のところでペロリと下の衣の二重になってるんだけども、はい、下の部分をここにかけてるんですね、はい、上に、これなんかも運慶が始めた形を、真似してるんですね、うん、じゃあかなり運慶に影響を受けてる。それからここからは見えないけど、はい、後ろに言いますとね、このラオスってね、粒々が、はいはい、下が広がってこういう風に入ってるんですね、ラホツがこう、うん、今まではこう平行でずっとコスメ状だったのが、こう広がって、それは、うん、運慶がね、万寿寿院の皆さんで初めてやったんだけど、それを一生懸命真似してるんですよ。じゃあ本当に運慶の影響を受けてるんですね、いろんなところに。今でこそ運慶でやっぱこう、まあ、東洋のルネサンスと言われるぐらいのセンセーショナルでしたけど、当時からそれほど影響力というか、やっぱ憧れの存在、やっぱりあったんでしょうね、うん、まあ、こういった像があるんだから、おそらく鎌倉幕府関係の誰かが運慶に近い人に作らせたお像になってますね、うん、都会っぽく垢抜けてるってことは、はい、横浜が発展してきたということですよね、うん、そうですよね、やっぱり頼朝の力でいろんな方を招き入れることができたんでしょうね、うん、で私そのこの薬師如来様と加えてやっぱ運慶の大日如来像をちょっと見る機会が多くあったので、うん、そちらも、はい、大日如来像ですね、龍華寺さん、龍華寺さんの本尊なんですね、うん、いや私これまさしくこの元取りと髪の毛のボリュームとか、うん、この地形という陰を結ぶこの空間が、運慶だなって思ったんですよ、どうですか。そうですね、本当に運慶の形をよく真似してますよね、でもお顔がちょっと運慶のお顔とは違う感じですよね、まあ、ちょっと運慶はもう亡くなってからかなって感じしますけどね、それからちょっとね、地形の位置がちょっと高すぎたりね、一生懸命真似てはいるけども、ちょっとこの姿勢を続けるのが辛いかなと。仏様の気持ちになると、そうか、結構手疲れちゃいますね。それからこの構造でね、上げ底式打ち抜きって言いまして、はい、座ってるぞって普通お椀をひっくり返してみたら中が全部開いてるんだけども、はい、お腹の下でもって底板が掘り残されて中が密閉されるんですよ。それも運慶が始めた技法で、あ、そういったところきちんと勉強してるから。中に何か入ってたんですか。もちろんこれも元のものは入っていませんけど、後世の納入品はたくさん入ってました。すごいですね。元は仏像の魂なんかが入ってました。じゃあ運慶と一緒ですね。すごい、すごいですよね、ちょっとそれで言うと、この仏様もぜひっていうのをいらっしゃって、この阿弥陀三尊像様ですね、はい、宝珠院、金沢宝珠院の宝珠院というとですね、こちらも運慶の絵、これは関西文庫の庶民に近いところなんですよ、はい、でこれは3体の像があって、ある時修理をしたら、はい、この像の中尊の頭の中から文書が出てきて、文書、その文書がこの三尊像を鎌倉時代に修理したっていう文書、ところがその修理した文書の中にこの像が最初にあった常福寺っていうお寺のね、お堂の胸札が写してある、それでもって年代が分かったんですよ。93年かなっていう感じなんで。しかも面白いことに、この三体の像っていうのは、はい、なんかそのお堂をあるとき、正明に移すんですよ。はい、そしてそのとき作っていた、今の正明寺本尊、弥勒菩薩像と、この三尊を一緒に並べたっていう。そうなんですね。弥勒と一緒に並べるっていうのはどういう意味の、つまり、弥勒のお堂がまだできてなかったから、この三尊が入っていたお堂を正明寺にできて、仮に弥勒堂にした、そういうことが全部文書に書いてあったんですよ。じゃあもうほぼご本尊のような扱いを、まあ、それで用が済んだ後はまた常福寺に
ところとあるって思うんですけど、ね、そういうことがわかる。まあ、それから、まあ、この胸肌でもってこの三代が旧安三年に生きた、それがわかるんです、まあ、口調なんですね。旧安三年でいつぐらい、1147年。それちょうどこの三代の姿っていうのはね、その頃あの家康に行ったことあるでしょ、はい、旧祖金色堂のあの武装なんかに割と似てるんですね。だからその頃地方で力を持った、権力者たちはこういったお像を作らせた。ただ中山寺金色堂の像から見ると素朴な感じが残ってるんで、中山寺金色堂の像ほど、まあ、都の人ではないだろう。でもこれだけのものを作る力がもあったんですね。そこまでわかるんですね。だから今12世紀に前半できていて、はい、12世紀後半になると聖武大師のようなさらにそのものができた、そんなイメージですね。じゃあこちらも運慶直前の直前ぐらい。中尊寺金色堂ほどの中央でもないけれども、権力があって、美しいですもんね。美しいですね。これを作らせた人ってのは分かったんですけども、この人が源義朝、頼朝のお父さんと関係があったってことも語られてるんですね。なんか仏像を見てるとそういう作らせる人のこう動きっていうかな、なんか力を持って利用するっていうのが仏像から分かるんですね。クライアントの力が、ちょっと開き目の相手の目パッチリしてますね。あ、もうね、パッチリした目とね、それからね、あのおでこの髪型、はい、これはね、鎌倉時代に直して、あ、いや、鎌倉風にしてる。あ、そうなんですね、なんかこう、ちょっとさらった感じがしてますね。元は両脇のようにもっとのんびりした顔してます。そう、なんか両脇の方、目割と細くって、ちょっと真ん中の方とお顔が違うなと思いました。トレンドを取り入れたと、だんだんちょっと、ね、今風というか、その鎌倉風にしたんですね。ご視聴ありがとうございました。横浜の仏像、知られざる御仏たちの大特集は後編に続きます。まだまだたっぷりご覧ください。